ときめきメモリアルガールズサイド3天使で一途に玉尾先輩攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。前回はね、早くも有効に突入してね、文化祭を終えたところでしたかね。で、来週が植物園デートですね。あ、いるわ。そう、なんか結構玉尾さん有効のイベントが多くて、しかも6月の夏場のさ間にさ発生するやつが2つ3つあるから、なんか6月に突入した途端に一気にガーってイベントが来そうでちょっと嫌だなと思ったんですけど、まあしょうがないですね。せいちゃんじゃないか、帰ってくれるかな。したら先輩、一緒に帰ってもいいですか？なんで？そうしたいなって思って。たまには歩くか。よかった、それじゃあ行きましょう。なんかやっぱせいちゃん帰ってくれる率がなんか高い気がする。藤谷さん。あら、あ、また微妙な服。あ、今野先輩いらっしゃいませ。お見舞いに向いてるものってあるかな。でしたらこのアレンジメントはいかがですか。花瓶がなくても飾れて見ば花瓶がなくても飾れて見栄えもいいですよ。うん、明るくていいな。それをいただくよ。はい、ありがとうございます。誰のお見舞いかしらね。お見舞い。ひたすらね、スカートを変えるしか。まあ、スカートとせいぜい小物ですかね。ちょっと変だけど、もういいや。あ、今野先輩もう来てる。ごめんなさい、遅れちゃって。遅刻者には罰として。罰として？同じ服を着るとかそういう罰ゲームは受け付けられませんのでね。やっぱり思いつかなかったから罰はなし。行こう。どうした？ないんかい。ん？何？ん？何？それいいな。この服ですか？うん、服だけじゃないけどすごく似合ってる。よかった、この服気に入ってくれたみたい。それじゃあ中に入ろうか。どうした？何？どうかした？どうしたの？見つめて。よし、これでもうちょっとお近づきになれるかしら。さて、どうするかな。ん？ん？どうしたの？ちょっと緊張するな。ダメ、
外したら君の顔が見えなくなる。上かな、ちょっと確認します。これでしたね。昆虫コーナーに行きましょう。私は全然行きたくないけどいいな、植物の生態と昆虫は切っても切れないからな。どうした？ん？どうしたの？あの、ちょっと緊張するな。近すぎ。うん、いい感じだよね。ずっと笑ってばかりだったよ。一日があっという間だった。どうしたの？あの、早いかな、ちょっと早かったですかね。ちょっと緊張するな。話足りない？僕もだ。あら、触られるの嫌だって言ってたのにだんだん良くなってきちゃったのかしら嫌がられなかったわ。送ってくよ、一人じゃ危ないから。もう少し話してたい。あの、次もあるけど今はまだ離れたくないな。笑ってお別れしたいんだけどな。ありがとうございます、家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃまたね。どうしたの？あの、ちょっと緊張するな。やめてくれ、甘えたくなる。いいのよ甘えたって。今野先輩に送ってもらっちゃった。あ、今野先輩からメール。君は意外と大胆だな、無邪気なのもほどほどに、だって。やった、今野先輩すごく喜んでるみたい。そうね、だんだん触られることに関して良くなってきてるんでしょう。お、3レベル気持ちよくなってきちゃってるね。お、生徒会日和、ニットキャップかぶんなきゃ。ファッションチェック、あ、今日でもファッションチェック行こうかな。で、来週寝ますかね。なんでしょう。あ、持ってない。青メガネ、あ、メガネはあるんじゃない。寒いかな。いや、でも寒いって言われてももうさ、服がないからちょっと無理なんだよね。買い物って言っても大して買えませんが、私の計算がね、間違ってなければ25リッチだけで、ね、使えるはずなんで、ちょっとアウターが欲しいよね、そろそろね。ちょっと服がねえっす。いらっしゃいませ。22リッチお高いわお高いわね。でもさ、ダッフルコートなん
かあんまこのワッフルコートあんまり可愛くない気がするけど、意外とこっちの方が安いのね。黒か、なんかグレーとかが良かったな。ネイビーかね。まあいっか、ちょっとお金ないからね。あ、ほんと他にも買いたいけどちょっと無理かな。そうね、これでスタンプも満杯になったし、いいでしょう。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。バンビ素敵。これは上がったかな。じゃあ、え、ちゃんと流行を抑えてるじゃん。いいよいいよ、似合ってる。このメガネのこと？それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。やった、彼に褒められちゃった。バンビが次のファッションレベルになるには。バンビおめでとう、ファッションレベルが上がったよ。おしゃれ道はまだまだ長い、一緒に頑張ろう。やった、この調子で頑張るぞ。よし、ウルキューぐらい出るようになったかな。さあさあさあ、ニットキャップをね、忘れずかぶっとかないと。あ、ガーリーになった。まあいっか。で、そうだ、生徒会日和だもんね、確かね。またせいちゃんだまあいいけどさじゃあ一緒に帰ろう。したら先輩、一緒に帰ってもいいですか。これダメパターンじゃない。なんで。そうしたいなって思って。ふーん、あ、大丈夫だった。たまには歩くか。よかった、それじゃあ行きましょうたまにはってそこそこ頻繁に歩いてくれてるよねしたら先輩、もうすぐ期末テストの話は置いておいて。もう遅いよ、しっかり聞こえた。今一瞬忘れてたのになんで思い出させるんだ。すみません。歩いてる時くらい忘れさせろ。悪いと思うならテストのことなんか吹っ飛ぶような爆笑コントでもやれ。今週はバッチリ頑張ったよね。うん、放課後だって大事な学校生活だ。有意義に過ごせてるんだな。やったね。キャップ、あ、ニットキャップもキャップ違うのかしらね。キャップって書いてあるけど、キャップはキャップだよね。あ、こっちはいいや。あ、森林公園行きましょうかね。じゃあ、今日誘おうかな。
誘いますかね。はい、今野です。あ、今野先輩ですか？藤谷です。君か、どうした？12月20日に森林公園に行けませんか？いいよ、どこで待ち合わせる？じゃあ12月20日に公園入り口でどうですか？うん、構わない。それじゃ。よかった、早く12月20日が来ないかな。あ、テストね。どうかしら、明日から期末テストだ、頑張ろう。まあでもいい出来かもか。じゃあ大丈夫かな。1位、どうだろう、慣れないかな。まだテストの結果が張り出されてるみたい。見に行ってみよっと。おー、1位。あ、でも選択結構低かったから危なかったな。よしよし、やったー、学年1位。一生懸命勉強を頑張った甲斐があったな。あ、河野先輩。学年トップおめでとう。今の気持ちは？ふふ、嬉しいです。うん、僕も見直した。本当におめでとう。やった、努力の甲斐があったよ。23でいっか。セールは用事ないけども、23でいっかな。寝とくか。今思い出した、ドレスの存在を忘れていたぞ。ちょっとさすがに残りじゃ買えないよね。サンタドレス、まあ最悪サンタドレスだな。ちょっと1年目はそうするかね。ちょっと服を買いたいしさ。なんかね、この感じの服に黒って微妙な気がするね。やっぱね、ネイビーか。あ、まあ茶色って線もあるけどね。あ、あのコートしかもさ、シックだったんだ。さようか。まあいいわ。このシュシュまたちょっと子供っぽいよね、なんだかね。あ、てか別にそうだ、シックだっていいんじゃんよ。そうだよ、将来的に必要だもんね。
はしてくれないね。無理だね。じゃあまあいいでしょ、これで。ちょっと早かったかな。あれ、今野先輩早いですね。あ、これはいいじゃない。ちょっと高校生らしさは全くないけどこの服はいいじゃないね。いつものあのなんかチャック途中までのシリーズより全然この首詰まりがちの方がいいですよ。あれ、そういう君も早いな。じゃあその分長く遊べますね確かにそうだな。じゃあもう行くか。ここは冷えるな。どこか変？あ、間違えちゃった。変じゃないですよ。あれ、その服、え、どうかしましたか？僕も似た感じのを持ってるんだ。あれ、君もそういうのが好きなんだな。同じだもん？あのコート？コート、あれ、あんなの着てくるんだ。今野先輩ってこのブランドが好きなんだ。少し歩いた方が体が温まるかな。ここは冷えるな。ん？何？ん？何？そうですね、お散歩しましょう。すっかり葉が落ちたな。枯葉も掃除されちゃって何もないというか。寒くない？寒いです。何？だから近づきたいところなんだけどさ、調子に乗るとね、拒否されちゃうからね。どうかした？どうしたの？見つめて。じゃあちょっと確認します。これでしたね。雪降らないかな。そうだな。そしたら少しは寂しさも紛れるかも。寒くない？寒いから近づいてもいいですか？寒そうだな。そうなの。大丈外？大丈夫じゃないわ。助けて。顔だけは寒くなくなった。風よけくらいにはなれるよ。全身温まればいいのに。うん、いい感じだよね。ずっと笑ってばかりだったよ。一日があっという間だった。ここは冷えるな。ん？どうしたの？あの、ちょっと緊張するな。ダメ、外したら君の顔が見えなくなる。送ってくよ。一人じゃ危ないから。ここは冷えるな。もう少し話してたい。あの、次もあるけど今はまだ離れたくないな。笑ってお別れしたいんだけどな。ありがとうございます、家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃまたね。ん？ん？どうしたの？あの、ちょっと緊張する。何？今野先輩に送ってもらっちゃった。ちょっと触った場所がおかしかったのかしらちょっと引いてましたよね
あ、今度先輩からメール。君は意外と大胆だな。無邪気なのもほどほどに。だって。やった。今度先輩はすごく喜んでるみたい。飾りないや。あ、でもちょっと若飾りを買ってるほどの余裕はないな。じゃあ今日は23日の買い物、ちょっと中途半端だけど、そのままねクリスマス行っちゃうから中途半端なんですけど、買い物に行って終わりにしようかな。あ、なんだったっけアイテム。キャップだね、キャップ思い出した。あ、ですよね。ニットキャップじゃダメ？でもキャップって書いてあるからさ、いいよねきっと。まだ大丈夫かなって運動するたびに言ってるけど じゃあね、こないだ受けたばっかだけど、受けるかファッションチェックをね。サロペット白、手袋、なあ、でもねんね、ねんねのドレスはちょっとなんとなく今回違うしな。まあちょっと行ってから考えるか。いらっしゃいませ。晴れ着はいつもこれにしてたんですけど、まあね、先輩たちはなんとなくこっちの方が好きなんじゃないかなと思ったので、こっちの色合いにね、今回と次かなしてみたいと思います。あ、っていうかさ、私晴れ着の値段間違ってた。90リッチ、なぜか90リッチだと思ってた。75リッチじゃん。じゃあドレス買えんじゃない、もしかして。あー、まあこれでもいいか。スリットドレス、あ、でもスリットか、ちょっとやっぱ違うな。そうね、違うわね。じゃあまあいいかね、もったいないけども、用事がないからね今回年齢はね。いいお買い物できたかも。あー、そっか、てか若さり、いらっしゃいませ。ドレスっておいくらでしたっけ。高いわ買えなかったガーン。
じゃあちょっとサンタドレスですね、今年はね。まあ仕方がない。服をさ、買いたいわ。16リッチ。もやさすがに買えないもんね。あ、ボレロ買えるけどちょっとクリスマスプレゼントとかさ買えなくなっちゃうじゃん。いや、いいね。もうやめましょう。この辺りで。あと1個ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。バンビ素敵。え、ちゃんと流行を抑えてるじゃん。いいよいいよ、似合ってる。この手袋のこと？それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。やった、カレーに褒められちゃった。バンビが次のファッションレベルになるにはあと少しだね。次のレベルまでもうひと頑張り。よし、あと少し頑張るぞ。はい、これからね、クリスマスパーティーなんですけれども、ちょっとこれ入れちゃうと長いかなと思うので、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。